で彼は僕を連れて行ってそういうその仕上げを手伝ってもらいたいって言って連れては来たけど、後で知ったんだけど実はそうじゃなくて、円谷英二監督でその長男の円谷はじめさんっていうのが TBS の映画部に行って、その人に僕を紹介したかったみたい。ただ無名のねライターが書いたものをその紹介するというのはあまり通用しない。で通用するためには何か賞を取ってらっしゃいって言われましたね。ということは僕はその場でこれはもう遠回しに断られたなと思いましたね。それは無理もない。だって沖縄出身のさ同じ年代のあれをさ近所に住んでここまでくっついてさやれるわけないんで、あで分かりましたって僕はじゃあ賞を取ってきますねって言って帰った。でその翌年が東京オリンピック でその時に書いたあのシナリオがたまたま佳作入選したんで、その授賞式に40年の1月に行ったら、まあ円谷プロ手伝ってよってウルトラ級やってたんですよね。でも彼はだから企画室長として企画それから脚本の制作一切取り仕切ってましたね。近所がいなければウルトラ級の脚本もうまく回らなかっただろうし、次のウルトラマンも企画は立ち上がらなかったと思いますよ。いやだから金城っていうのはあの普通の例えばこの怪獣ものをね書くにでも他のライターシナリオライターいろいろ高名な人いっぱいいたんだけども、あのストーリーがまずテーマがあってストーリーを組み立ててその中に怪獣をどんな怪獣を登場させるかというふうになるんだけど、金城は逆でまず怪獣ありきなんですよ。この怪獣をどういうふうに動かせば面白くなるかっていう、これはね誰も真似できない、うん、そこがやっぱり変わってるっていうかやっぱり異色っていうかね異彩ですね、うん、それできても面白いんだからね、まあ個性的なうちなんじゃないかな、うん、だから なんて言うんだろう、その近所の中にねお父さんの忠英さんとお母さん の鶴子さんの性格がね真っ二つで入ってるんですよ。だからお父さんっていうのはほらあそこの玄関にある100の馬あれを見て買って連れてあの持ってきたらさ入れる小屋がなくて急遽建てたっていうようなねそういうなんか豪快なもうそのまんまですよね近所鉄のあのウルトラマンの発想と。かと思うとそのやっぱりあの一人一人の彼が文芸部の部長として作家さんにそのギャラを査定するときにこの人は子供が何人で今どういう状況にあるっていうことまで調べてで脚本のランクをねさりげに決めてるんだよね。そういうねすごい繊細その両方を兼ね備えていましたね、うん、だから僕と市川があのウルトラセブンの後半合作でやるんだけど一人一本書くと一本2万5千円だけど共作すると5万円もらえるん でこれをね近所は知っててね出してくれるんです。あこいつら夜遊ぶ金が欲しいって言って、うん、そういう男ですよ。